って思ったんですが、はい。坂口さんって見かけはもちろん、ツッコミもまんま新八ですよね。お。それは新八を演じていて、そうなっちゃったんですか？杉田っていうクソ野郎といるからですか？ 多分ね、その最後のはフィクションだね。あれだよ。ツッコミはなんか昔からやらされてた。無理やりです無か？理やり、強無理要やさり、れてたんで強す要さか？れてる。っていうかね、そういうポジションにいることが多かったのよ。おもう、うちの事務所の、ー。あルカワ楓さんとかに。あ。はいはいはい。はいはいはい。あの人もボケたがりだから、もうずーっと突っ込んだりね。南と水に。南戸さんに、そう、南戸さんに。延々突っ込んだりしてたからね、昔から。そういうのもあって、基本、ツッコミがなんか、多くなってる。唯一ボケでいられる空間みたいな。神谷浩史。やつと組んでるときはなんかこう、ボケていられる。やつもボケたいみたいだけどそうね。ですね。かわい責そう。任感強い真面目な人なのでね。かわいそうだからそう。ね。銀魂って聞いてギャグやんなきゃいけねえと思ったんだけど、これって。ギャグねえじゃねえかよって言って。そうそう。再びの登場を心待ちにしてるかそう。らね。誰よりも。だって、放送時間の1分後に僕にメールが来るんですよ。銀魂すげえな、イエーって。そうだよな。本当に、普通に視聴者だからね。クオほんリとティすご高い。えよなぁと普通に言うからね。ありがたい。ありがたい。はい。神谷さん、いつもありがとうございま結す。局、神谷君へのお礼で終わったよ。千葉県、川崎まよらさんですはい。よ。坂口さん、杉田さん、こんにちこんには。ちは。アニメが終わってしまうなんて、とても残念です。はい。突然ですが、ん？杉田さんのお父さんが、神楽のファンになったと聞いあ、ていそうでましすたね。が、その後何か進展はありましたか？なんか、釘宮さんの出てる違うアニメ見るようになって、おお。で、俺が落ち帰ってくると、トーガス、これ神楽だろ。そうだけど、っていうね。ああ、でもまあね、いいですよ。そういうふうに分かってくれるお父さんは。ね。でも息子の声に相変わらず興味がないっていうね。いい、それでもいい。そうあんそうまりそほら、自分のお父さんが自分の息子、ういーっていうのも嫌でしょ？嫌だな、確かに。嫌です。むしろ共演者に興味示してくそうれですた方ね。が。とりあえず、親父はいまだに釘宮さん一択みたいで。お、一択。もう、年甲斐もなくね。いいです、いいです。気が若いってことですよ。じゃあ次はおすすめの釘宮アニメをね、お、家に DVD あげた方がいいかなっていうそうだね。いろいろあるはずだから。ね。何がいいかな。まあ、いろいろあるよ。はい。俺もいろいろある。そうですね。
銀玉大喜利。そいちょっと待って。サイ絶対大丈夫だと思ってた人がいきなりサイって言ったよ。サーとハイが混ざってる。本気で言ったでしょ、今。サーとハイ混ぜて、もう。サバンナ的な雰囲気をね、出していこうかな。なんでサバンナ出すの、もう。ダメ、やめて、このラジオ。はい、ということで、ここからは、ゲストの鈴村さんと一緒に、よいしょ事前にホームページで募集していた銀玉大喜利のメッセージを紹介していくのだ。今回も3つ。新八がアニメ銀玉全話まとめて一言で突っ込んだ。銀さん、僕たちが銀さんに給料をもらってるシーンが一度もないんですけど。振り込みなんじゃないですか。いい、そういうことだよ、うん、振り込みだよ。案外地味なんですよ。案外地味、そこはね、うん、ビジネスライクに、うん、そんなもうお肌とお肌の触れ合いではなく。あ、そうですよ。あの ATM のある江戸っていうのもまた強烈な話ですからね。ね、うん、振り込みか。なんかすごい血が通ってない感じがして切ないな、うん、やっぱね、給料袋でもらうとなんか、うん、それっぽいじゃん。そうですよ。なんかね、人の温かみを感じるっていうか、ね、働いたって感じがする ね。なので、うちの事務所も手渡しにしてくんねえかな。ちょっと給料日に警備員が出ますよ、それ。中井和也さんに給料渡される瞬間にこう。こうね、うん、警備員が5、6人。そう。下の車まで警備員をつけましょうか。そんな万馬券が当たった人みたいになるんですよ、うん、と。ただ中井くんは刀を持ってるから大丈夫。いや、俺は叩きる。そうそう。3本、おは6本だからね。そうですね。ラストのお便りはですね、イオスさん16歳、はい、男性の方ですね。はい。落葉家千編毎週見させてもらってます。この辺は新八のツッコミ喪失編とも言われてるだけあって、見てると彼のツッコミ見られないのかと思う反面、男らしくなったなと感じるところもあります。これからも頑張って、応援じゃねえかなんでこれを質問でも何でもねえのびっくりした。ああ、今の聞けたと思ってた。狙いだったのかもしれない。ね、びっくりした。なんか質問くんのかと思ったら、これからも頑張ってくださいって。おー、頑張るよ。ありがとう。ツッコミ成分ここで補うんですよ。補うってなんだよ。ということで、いろいろ紹介してきましたが、この中からいつ僕らのサインが入った何かを差し上げますが、何でしょうかね。効果の共通点のお話、あとはですね、苦手なもの、うん、それから、日野くんへの質問と僕への励ましと。うん、やれやれ。まあでもなんかこう、思い出が少なからず蘇ってきます。初期の頃は、新選組のガヤって言われる、そのいっぱい大使が出てくるところの収録の時に、釘宮さんがこっそり入れてるんですよ。そうだね。釘宮も立ってたね。僕が後ろでくるって向いたら、なんていい男の声が聞こえてくるんだ。美少年の声がと思ったら、釘宮さんだったって。で、僕はボソッと、素敵でしたよって言ったら、もうバカって言って僕をパーンって殴られたんで、もう超得した。出れた、出れた。やったー出れきた。やっとー僕明日死にますね。なんでだよ、ダメだよ。釘宮ファンの嫉妬によって僕死にますね。続いて。はい。金消しって、あんな文字消えないよねさんからいただきました。僕らが分かり際に一言。私の名字、長谷川になるわる。ああ、まだお、まだお再婚ですよ。まだお再婚なんですね。まだお再婚ですよ。意外なところで。いや、怖っ。ましたね。いや、うん、いいですかそれ。その組み合わせすごいですね。今までカップリングとしてない組み合わせじゃね。うん、斬新な感じが。長谷川なかったんじゃないかなってね。うんうん、まあ、仕立ててますからな。長谷川もそれが心地よくなってったりするわけでしょうか。どんな会話とかあるんですかね。会話は長谷川が何か言っても全部、うん、コッパみじんに繋がれてる。うせえよ、まだおって言って終わりですよね。全部うせえまだおで済むね、うん。家の中の会話が。ゆみやさん自身、うん、長谷川みたいな男どうですか。すごい好きなんだけど。およくないですか。いや、長谷川だって、うん、あのね、いい人だしさ。うん、そうそうそう。両通の時もね、みんなを守ろうとしてたりとか、うん、結構いい人なのにね。結局、船の事故で、よろずやとつるむようになって人生が転落してる。それまではエリートだしね。ね、うん、しかもちょっとちょこちょいなところも可愛いなと私は思いますが。構成本能くすぐるよ。くすぐっちゃいますね。来ました。続いて。
なかなか芽が出ず音楽をやろうとしていた若手声優に対し、音楽やる暇があるなら芝居やれと言った。おい、山口くんだよその声優はその一言で心を入れ替え芝居に精進、その年にアニメの主演を取ったと。いやでもいいことですよね、こういう先輩がいるっていうのはね。ありがたい、うん、まあまあね、それで芝居に目覚めてくれればね。そうですね、いいですよね、うん、しかもほらなんか アニメとかさ洋画とか口に合わせればいい、うん、いいっていうか、それが難しいですよねっていうイメージがあるけど、うん、一番大事なのがさ、お芝居ができるかできないか、ね、もちろんそうですよね。でなんか、うん、そうそう、そこをもうちょっと研究したらっていうことですよ。ありがたいですよ、はい、本当にそういう先輩になろうかな。先輩でね、いやいやいや、先輩に言ってもらえるのがありがたいんですよ、我々からすれば。我々も言っていかなきゃいけないんですけどね。ね、うん、俺なんか小野勇気から言われるぐらいな後輩じゃねえかもう俺なんか介護老人みたいになる辛いわ。杉田さん、あの何カットのベースこうなってましたよって肩叩きましょうか。あ、小野くんありがとう、浅戸拓也くんもありがとうねって言って、周りに助けられちゃってるよ先輩。俺ももう今度会ったら肩叩いていや何をしちゃいます、普通に入るじゃないですか最近全然もうなんかアニメやってるの難しくなってきちゃって、もうなんかなナルトでさ、カカシとかやってると楽で楽でずっとマスクしてるから、あ、バクバクがないからさあ将軍様誰だ。再び私だ。なんだ将軍来ちゃいましたね。やるな、将軍いただきました。おー、びっくりした。あぶらあぶらあぶら。さあ将軍、質問は。じゃあどうしよっかな。まあせっかくまあラストなんで、うん、じゃあアニメ銀魂にまつわる秘密一つ言っていただきたいと思います、うん、せっかくなんでね。さっきの方がきつかったじゃん汗かいたっつのさあ何番ですか。1番。うわ、ひどい。1番だったんですか。あー、そっか。おい、もうそら申し訳ねえ。ひどいよ。まああのね、説明しますね。説明しなさいよ。説明やめましょうよ。将軍が決まった後でね、もうこの割り箸に用はないなと思って、ちょっと返しちゃったの。あ、なるほど。それをね、チラ見してやがってよ。違う、これだった。でも、俺見えてないです、見えてないです。見えてない、見えてないです。してやがってよって。してやがってよって言い方。まあでも、ここまでね、ちょうどなかったんで、いいね。最後、どうですか。銀魂にまつわる秘密、銀魂にまつわる秘密を一つ知っていることがあるんだけど、秘密だから言えない。あ、なんだ言えないレベルのやつ。え、それ言うと本当にまずいやつ。まずいやつ。わ、びっくり。そうそう、なんだ、ちょっと何してんだ。何してんだ。秘密だもん。怖い。怖いは何に言われてるんだ。秘密だもんって。釘山さんだからそれで許されちゃうんですよね。まあ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 、しょうがねえな。大輔さん、何握られてると思います。わかんねえよ。誰の秘密かもわかんねえし、作品の秘密かもしんねえし。怖い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 。大変だぜこれ。怖い。ということで、物議を醸したまま以上、将軍様ゲームでした。ラジオネームケロマスさんです。自称16歳です、うん、私が最初に井上和彦さんを知ったのはアンパンマンでした私はカツオ節マンのあの渋い声が幼い頃から大好きで、あれ以来スキンヘッドの男性がタイプですまたカツオ節マン、カツオ節マンの、カツ節マン、カツ節マンの活躍を期待しております。やった、カツ節マン来ました。カツ節マン、やっぱ入り口いろいろありますね。ねえ、カツ節マンですよ。一つひとたび剣を握れば、アンパンマンの世界でそんなかっこいい声がアンパンマンの世界ですからね、世界観、このいい声が入ってくるわけですよ。いや、なんでしょうね、あれ、ね、なんでしょうね。でも なんか必ず語尾になんとかでござるって。ああ、武士ですからね。わかりやすい、かつ武士ですから、うん、で特技はお蕎麦作るとことだからね。だしじゃねえか。そう、だしだ自分がだしになるやつだで、あの剣がかつ節剣っていうね。ああ、そうか、かつ節マンって俺見たことないかもしれない。僕もないです。うん、うん、なんか2ヶ月に1回ぐらい出てくる。へえ、あ、そうなんすね。結構頻度高いんだ、うん、そう、意外とね、うん、僕も年1ぐらいで歯磨きマンやってたけど、あ、うん、歯磨きの季節にならないとね、うん、出てこないんでね、うん、6月4日あたりで、うん、ね、うん、ひじかたスペシャルを実際に食べてほしい、うん、私も実際ひじかたスペシャルを食べてうまかったので
ぜひ食べてほしいです。というわけで、今、目の前に、土方スペシャルがやってまいりました。バーン、バーン、バーン、バーン。途端にスタジオが酸っぱい匂いでいっぱいでーす。酸っぱい、いっぱい。まあ、銀玉っすからね。なんかリアルにパージングしそうなんですけど。パージン神谷博士呼んでこい。これきついわ。ちなみにですね、今、丼に、はい、アニメートで売ってる土方丼ですよ、これ。あ、アニメートさん、そういうものを作ってらっしゃるんですね。ありがとうございます。はい、これを、ご飯いっぱい、盛った上に、こう、マヨネーズを。一本。一本。一、うん、人一本です。はい。つまり、マヨネーズ二本を使っております。うわ、なんだこりゃ。これなんだろうね。さ、杉田くん早速、食事に取り掛かりますか。はい。俺もう、何罰ゲームなのこれ。正直なこと言っていいですか？何でしょう？そんなにマヨネーズ単品は得意じゃないんです、ね、まあ、とりあえず、食べますか。はい。まずは、酢のまま。ね、いただきまーす。さんすいません、掘ってもマヨネーズしか出てこないんですけど、これ。あ、ご飯来た、ご飯来た。ご飯来た、ご飯来た。うわ、気持ち悪いよ。マヨネーズしか。酸っぱい！うわうわうっこれ放送事故だろ。これ、美味しくないよ。美味しくない、美味しくない。美味しくないよ。あ、わさびかけるか。いや、にしたってこれ。でも、うわ！どうですか。マヨネーズはわさびも殺すよ。マヨネーズの味しか知らない。結論、これマヨネーズです。はい。丼とかじゃなくてマヨネーズです。なんか酸味のある卵の味しかしないでくる。ほんと辛い。